茨城県道194号、四宿倉たまり線を見たましげ、たまりこの位置は、たまり側の分断地点で、ここより終点まで県道が続く。茨城県道194号、四宿倉たまり線は、茨城県霞ヶ浦市から、おみたましまでを結ぶ、一般県道である。霞ヶ浦市四宿倉とおみたましの国道355号交点までを、南北に連絡する。 一般県道であるが、経路の中間区域は、霞ヶ浦によって分断されており全線、開通していない。このため、路線名に反して、地域間をつなぐ道路の性格はなく、沿線の濃厚、生活のための道路の性格を持つ。1959年10月14日、新たな県道として、新井張郡出島村大技、四宿倉を起点とし、 新井張郡玉ま村を終点とする区間を本路線とする県道、四幾らた線として、茨城県が県道路線認定した。1995年に整理番号194となり、現在に至る。全区間に渡り道路改良は、進んでおらず1から1.5車線で、特に、石岡市、遺跡地内の道路は、最小幅員が2.7メートルと狭い。 ほぼ幹線道路として機能しておらず、沿線住民が生活道路として利用する以外は交通不能区間もあるために利便性も良いとは言えず、交通量はかなり少ない。石岡市とお見たま市の市境の部分は霞ヶ浦により分断されており、通行できない。関係市町村で組織する霞ヶ浦に強建設促進規制同盟は、この交通不能区間のあたりでの佳橋を実現に、 近づけるため活動をしているが、現在、具体的な佳境の計画はない。四式倉川は、新井原大地から、霞ヶ浦沿岸低地にかけての沿線は、平地林にやたはたのある、農村地域で所々に住宅があり、起点付近の道路は、勾配や、カーブ曲がり角が所々あり、線形が悪い。溜まり側は、平坦な低地となっており、沿線は、住宅と霞ヶ浦湖岸沿いに、 レンコン水田地帯が広がっている。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。ありがとうございます。